はい、こんにちは。5月の29日水曜日の日帰り竹部でございます。本日の東京外為市場、ドル円相場は1ドル102円台前半から半ばでの動きとなっております。さて今夜でございますけども、今夜と、もったいぶっていう言い方は変なんですが、クロス円に対して特にですね、投資妙味をお持ちの方々、スワップが1日付与される日であるということ、そして、月内の最終受け渡し日であるというところから、ポジションの縮小もしくはさらなる拡大というところで思惑が大きく重なるのかなというふうにして思います。さてそういったところではですね、ぜひご注意していただきたいと思いますのが、ちょっと焼き直しでございますけども、2点ほど。まず1点は前回、の日替わり竹部でご案内させていただきましたが、ユーロドル引き続きですね、下押し 1.28 水準というのが大きなポイントになっているというところでございます。ヘッド&ショルダーの持続性が占われるというところだと思います。そしてこれは前回の日替わり竹部でございますが、1ドル102円の20銭水準、テクニカル的な節目を超えて102円の60銭水準というところに、アプローチしているのが現況だというところで、今回はこちらをご覧になっていただけますでしょうか。続1ドル103円への復習条件というところです。黒丸3つでポイント書かせていただきました。日米の長期金利動向の動きに関しては、ご存知の通りだと思います。日経平均株価に関してもですね、短期戦が中期戦に対してデッドクロスを見せているというところで、これもなかなか日経平均株価の上値が重しになっていて、ドル円相場もポーンと上値に突き抜けていくようなことができないというところなんですが、3つ目、米指標からの QE3 縮小観測、これがどういった意味なのかと言いますと、今夜の、深夜の2時ですけれども、ローゼングレン、ボストン連銀総裁の講演会がございます。で、この方は、ハト派、そして、本年度の FOMC 投票権をお持ちでございます。米国経済に関しては、超緩和的な金融緩和政策が依然として必要だと5月の16日におっしゃられていた経緯がございますが、さてここ最近の指標によって種子買いをするのかどうか、ポジティブサプライズになるのかどうかというところで、ドルの強含みが問われる、ところが、102円の60銭水準を突破する、きっかけになるのかどうか、さらに102円台後半から103円台に向けてはですね、相応の、大義名分ないしは材料が必要なのかなというふうにして思いますが、大きく、ドル買いにですね、傾斜していく可能性、先ほどのユーロドルも含めてですが、十分ですね、こういったところの動きは警戒していただければと思います。で、逆にですね、今までと、あまり変わらないよと、金融緩和措置は継続なんだというような形で、失望のドル売り場面が少しあるかもしれませんが、それをさらにですね、生やし立てるようにして下押しするような可能性、101円台の70銭から101円台の前半までぐっと戻すような可能性もなきにしもあらずというところでございますので、深夜の2時でございます。結果として竹部動かなかったじゃないかよ、嘘つきとお叱り受けるかもしれませんが、事前のリスク管理というところではですね、ぜひですね、これご留意していただきたい材料かと思います。以上、5月の29日水曜日の日替わり竹部でございました。